皆さんこんにちは。まず怖いほど当たるツイン霊鑑定についてご紹介していきます。私だけでなくたくさんのツイン霊を出会わせ復縁まで導いている凄腕占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために初回キャンペーンとして私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツイン霊と結ばれたい方はぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。今回は絶対に関わってはいけない見た目とは違い心が汚い人の7つの特徴をご紹介し、その危険性について過去の偉人たちのエピソードを交えながら詳しく解説していきます。 1. ひねくれている人。心が汚れている人は物事をネガティブに捉えがちです。彼らはどんなことにも文句を言いたがり、人の良いところを認めようとしません。釈迦が旅の途中で出会った村人は、誰もがこの道はうばらだらけで通れないと不満ばかりでした。しかし釈迦はうばらの向こうに美しい花が咲いていると微笑みました。村人たちはどうせ嘘だと笑いましたが、釈迦が一歩ずつうばらをかき分けて進むと本当に花畑が広がっていたのです。ひねくれた人は物事の本質を見る前に否定します。他人の意見を素直に受け入れる心が人生の豊かさを開きます。仏教では柔軟心の大切さを説いています。柔軟心とは自分の考え方に固執することなく相手の意見を受け入れる心の広さのことです。ひねくれた人はこの柔軟心が欠如しているため、物事をネガティブに捉えてしまうのです。 2. 自分に甘く他人に厳しい人。心が汚れている人は自分に甘く他人に厳しい二重基準を持っています。彼らは自分自身の欠点には目をつぶり、他人の欠点ばかりを責め立てます。彼らは自分自身を特別だと思っており、他人よりも優れていると考えているのです。孔子が地方を訪れた際、役人が市民に厳しく罰金を課していました。しかし役人自身は税を滞納し遊興にふけっていました。孔子は自分を律することができぬ者がどうして他人を導けようかと戒めました。恥じた役人は心を改め、真摯に職務に励むようになりました。人に厳しくする前に自分を律することが大切です。偉人たちはまず自らの行いで人々を導きました。仏教では自制の大切さを説いています。自制とは自分自身を振り返り、自分の欠点や至らない点を見つめ直すことです。自分に甘く他人に厳しい人はこの自制ができていないため、自分自身の欠点に気づくことができないのです。 3. 他人の幸せを素直に喜べない人。心が汚れている人は他人の幸せを素直に喜ぶことができません。彼らは他人の幸せを自分の不幸のように感じ、嫉妬や羨望の感情に苦しみます。彼らは自分よりも幸せな人がいることを許せないのです。釈迦の弟子デーバダッタは、釈迦が多くの人に尊敬される姿を見て強い嫉妬を抱きました。彼は弟子を奪おうと企て暗殺未遂まで起こします。しかし
釈迦は怒るどころか、彼の苦しみも、また学びである、と受け入れました。最終的にデーバダッタは孤立し、自らの嫉妬心に苦しむことになります。他人の幸せを妬む心は、自分を蝕みます。人の成功を祝福する心が、幸せを引き寄せる秘訣です。仏教では、随喜功徳随喜功徳という教えがあります。これは他人の喜びを共に喜ぶことで自分自身の徳を積むことができるという教えです。他人の幸せを素直に喜べない人はこの随喜功徳ができていないため自分自身の心を苦しめているのです。4. 文句ばかり言う人。心が汚れている人は、いつも何かに不満を持っています。そしてその不満を周りの人にぶつけます。彼らは自分自身の人生に責任を持っていません。そのため、いつも誰かのせいにしたり、何かのせいにしたりします。ある青年がソクラテスに、社会は腐っている。と愚痴をこぼしました。ソクラテスは、では君は何を変えたのか?と尋ねました。青年が黙り込むと、ソクラテスは続けて、不平を言うだけで何もせぬ者が、社会をより悪くする、と諭します。文句を言うだけでは、何も変わりません。状況を改善する行動を起こすことが、真の変化をもたらします。仏教では、自業自得自業自得という教えがあります。これは自分の行いが自分の運命を決めるという教えです。文句ばかり言う人は自分自身の行いを改めようとせず、周りの環境や他人のせいにしているため何も変わらないのです。他人の短所ばかり探す人、心が汚れている人は他人の短所ばかりを探します。彼らは他人の良いところを見ようとしません。なぜなら他人の良いところを見ると自分が劣っているように感じてしまうからです。彼らは自分自身に自信がないのです。ある弟子がダヴィンチの描く人物画に対してこの線が曲がっている色合いが不自然だ。と指摘しました。ダヴィンチは微笑み、批判は簡単だが、想像は難しい、と答えました。弟子は恥じて、批判する代わりに学ぶ姿勢に切り替えました。他人の短所を指摘するより、長所を見つけ、そこから学ぶ姿勢が大切です。偉人たちは、批判ではなく想像に価値を見出しました。仏教では、利他や利他行の大切さを説いています。利他行とは、自分よりも他人を優先して行動することです。他人の短所ばかり探す人は、利他行ができていません。彼らは自分自身の利益ばかりを考えているのです。6. 他人の不幸を喜ぶ人。他人の不幸を喜ぶ人は、心が貧しい人です。彼らは自分自身の幸せに自信がないため、他人の不幸を見ることで安心感を得ようとしています。ソクラテスの友人が自分を裏切った人物の失敗を喜んでいました。しかし、ソクラテスは他人の不幸を喜ぶ心は自分の心に毒を広げると警告しました。真の賢者は他者の不幸を喜ばず自分の幸福に集中します。他人の不幸を喜ぶことは結局自分を不幸にします。心の平穏は他者の不幸に依存しません。仏教では慈悲の心の大切さを説いています。慈悲の心とは相手を思いやる優しい心のことです。他人の不幸を喜ぶ人はこの慈悲の心が欠如しているため、自分自身も不幸になってしまうのです。だが、嫉妬心が強い人、嫉妬心は
あなたの心を蝕む毒です。嫉妬心は、あなたを苦しめ、あなたを不幸にするだけです。嫉妬心を持つのではなく、相手の良いところを認め、そこから学ぼうとする謙虚な姿勢を持ちましょう。作曲家サリエリは、天才モーツァルトに対して激しい嫉妬心を抱きます。彼はモーツァルトを排斥しようとしますが、その嫉妬は音楽の才能を高めるどころか、自らの心を蝕んでいきました。結果としてサリエリは、自分の人生を嫉妬に費やしたことを後悔することになります。嫉妬は自分の心を暗くし、成長を阻害します。嫉妬ではなく、他人の才能から学ぶ心を持つことが重要です。仏教では、観音の心の大切さを説いています。観音の心とは、周りの人々への感謝の気持ちのことです。嫉妬心を持つ人は、この観音の心が欠如しているため、他人の才能を素直に認め喜ぶことができないのです。過去の偉人たちが残した教えからわかるように、心の汚れは他人との関わりの中で簡単に生まれます。しかし、これらの教えを実践することで、私たちは自分の心を清らかに保ち、他者と調和することができます。人生を豊かにするためには、他人の幸せを素直に喜び、自分自身と向き合い続けることが不可欠です。仏教の教えは、私たちに心の在り方、生き方を教えてくれます。これらの教えを心に留め、日々実践することで、私たちはより良い人生を送ることができるでしょう。